さあ姫様、今回も今回とて影の地の冒険進めていきますよ姫様。はい、というわけなんですけども、で今回ね、前回倒したボスがね持っていたこの武器使ってきます。うっす、なんかね戦技かっこいいんですよ。これかっこいいんで最大強化まで、ね、してきましたので、今回はこちらの斧装を使ってガンガンやっていきたいと思います。どうもこんにちは、姫玉大です。しねーね、悪くないんですよ、悪くないんですよ。やっぱりねこれこの前から言ってるんですけど、やっぱりこのエルデンリングってね、前に出るタイプの戦技はやっぱり強いんですよ。あーいいわこれ、いいわね、技出した後のね硬直もね少ないから使いやすいですね。喧嘩を見かけたら喧嘩は両成敗、しねー、いいですよいいですよ。どう、何、ちょっと待って、まずい、ちょっとまずい、姫様危ない危ない、姫様喧嘩両成敗をしようと思ったら自分が叩きのめされそうでござる。 OK、 いいですね。これさ、今思ったんですけど、この SP の消費値も少ないんですよねこの技ね。SP 消費値異様に少なくね。これは強いのでは、強いのでは姫様。もういいですよ、というわけとどめは任せろ。 OK、 あ、しまったしまった、流れ玉で、あ、しまった、同胞をぶっ飛ばしてしまった、すまない、本当にすまない。壁しかない、何、穴が開いてますね。こっからウェルカムみたいな穴が開いてますので、うん、おっと、祝福、第一祝福発見。さて、溶岩筒の火事遺跡、火事遺跡か、うん、初めて聞くタイプのダンジョン名ですね、うん、で、おっと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 、ちょっとな、レベルな、ルーン砕けばいけないこともないんだけど、まあいいか、そこまでするほどじゃないでしょう。おっと、第一村人発見。How do you do, Mr. Oka? How do you do, Mr.? ん？火事の祭壇を、はて、火事の祭壇というのが一番奥なのか。なるほど、火事場ですね、なるほど。つまり、ここのボスは、イジーの親戚と見た。さて、あー、なんかいる。こっちが正、いや、下行くからこっちが正規ルートっぽいな。そんなに強くないですね。なんかルーンがちょっと美味しいな。あー、こっちが正規ルートか。ということは、あれは動くな、敵か。さて、何やつ？初めて見るタイプの敵っぽいですね。ねえ、めちゃくちゃ硬い。マジ硬い。これはちょっと打撃武器ですね。打撃武器持ってこないとダメな。ちょっと一回、戦術的って遠い。これでいいでしょう。とりあえず、いつものハンマーでいきますよ。さて、で、まあ、ここまで追っかけてきてたのか。何？これでも硬い。マジか。せえ。やばい。やばい。これでも硬いの、マジ。ちょっとちょっと。モブ的とは思えないちょっと硬さですね。とりあえず、こっちにあるものをかっぱらっておきますか。そこまでね、動きが鈍いのが、救いなんですが、胆石がいくつかあるな。ちょっと待ってくださいよ。人も効かないか、マジか。え、こいつ無敵臭くね、ちょっと無敵じゃね、強くね、削れないか。ちょっともっとでかい打撃武器じゃないとダメみたいな、そんなやつ、ちょっと危ない危ない。さてどうかな、とりあえずここです。やっぱり削れ、やっぱりあそこ弱点だ。あのあからさまな弱点が弱点ですね。いいですよいいですよ、というわけ後ろから失礼します、うっ、失礼します。はい、オッケー、なんだ、ちゃんと弱点さえ分かればね、なんてことない敵でございましたの姫様。ほっ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 、というわけこの辺りのもの、これだけか、なに、これだけくそ、結構苦労したのにな。おっと、あ、はしごありません、ね、ということはまた下に下がるのか。どう、はい、さてさて、だいぶ下の方に下がってきましたよ。おっと、何やら怪しいレバーを発見。これはもう引いてみるしかありませんな。あー、なんか橋かなんか出てくるって感じ。あー、そのよくわかんない何かが下に下がってって、あ、それが橋になるんだ、なるほど。あー、なんかいるけど、もう
めんどくさい、めんどくさい、姫様だし、やばい、ちょっと、ヤマト男子だし、なんか武器拾った。と、届け、よし、いいですね。これで OK かな。かなり上まで行くっぽいかな。これ下なんかあるよね、これ下さなんかあるよね、これね、ゲルミアの英雄本みたいにさ、はい、ちょちょちょ、これ多分ちょっとあと下行ってみますか。多分ゲルミアの英雄本みたいになんかあるでしょ、ちょっと OK で行き止まりっぽいな。大丈夫か。いや、ここで行き止まりか。そっち行ける、そっち行けるんですけども、さてこの下は何、この下もなんかありそう。なんもないですね、なんもなかった、多分なんもないと思うんですけどね。まあいい。でこの先貴重なアイテムがあるぞということなんですが、おっと、あ、これがなんか一番最初の第一村人が言ってたやつか。なんだ、おっと、鍛冶とかハンマーと胆石もらえた。何、出口、つまりここが最奥か。これだけ、これだけなんすかね。ちょっとボスがいないというのはなんかちょっと寂しいですよ。ああ、来たところか。あっちは来たところですよね。つまりこの下の溶岩地帯にこそ何かあるということでは、ではなかろうかと思いますよ、姫様。ちょっと姫様には熱い思いをさせてしまうのがちょっと心苦しいんですが、あちい、あちいっていうか結構ダメージ食らうな。あれ結構ダメージ食らったぞ、マジ。ちょっと、あー戻んなくていいや、このまま直接行ってしまいましょうか。これ多分なんかあるでしょ。これ行け、いやなんかあると思うんだよな、さすがにね。結構ダメージ食らうんだけど、だけど走れるっていうのはありがたいですね。走れるというのはいいんですが、な、え、なんもないの、マジが、なんもない、マジか。くそ、騙された。ちょ、姫様騙されましたぞ、姫様、カムワーク、カムワーク、姫様戻りましょう。おっと、下結構下広いですね。あれ意外と遠くまで行けてしまう感じか。あー、この辺りマップの端っこか。さてちょっとな、これだけ毒沼が広がってるというのも気になるんですけども、なんかありますね、なんか小屋的なものがございますな。ちょっと待ってくださいよ、洞窟的なものもございませんかね。これほんと結構行きちゃうな、大丈夫か。正規ルートから離れすぎるというのも一つの問題なのでは。何、ここにトルネードがありますな。これがいわゆる封印されてるってやつか。封印されてる、なんか霊気流でしたっけ。つまりこの先にその封印が、封印の要石的なものがあるとかなんとか。さてなんかないか、アイテムがございますな。暴発しましたよ姫様、ちょっと危ない。おっと、暴流のタリスマン、はて名前からして結構強そうなタリスマンでは。これか、暴流のタリスマン、ギザ山の暴流をかたどったタリスマン、その方向が轟くとき、ギザ山の溶岩は沸騰する、溶岩の威力を高める、その暴流はなおベールという、かつて古流の王に挑み共に傷つき倒れたイカれる破壊者であるという。溶岩の威力を高めるか、溶岩の威力を高めてもなっていうところありますけれども、ほう、ベール、ギザ山ってあれか、確かにギザギザしてるよねっていう。ギザ山の暴流、多分なんかボスかなんかでいそうだな。プラキドサックスでしょ、古流の王って。なるほど、プラキドサックスのライバル的なものか。ほう。で、マップ全然わからん。ちょっと待ってくださいよ。金名石的なものないですね。ちょっと封印があるっていうね、情報があったんですけども。ね、ちょっと上行きたいんだよな。あ、これ、ワンチャン。あ、これか、これだ。これで OK なんだ、なるほどなるほど、ワンチャン上にあるタイプかなって、上に封印あるかなと思ったんですけど、よかった、そこまでね不親切ではなかったですね。ということで上行ってもいいんですけど、マップないからな、ちょっとマップ開放したいんですけど、まあいいや、好奇心には勝てない、好奇心には勝てない、姫様よろしくお願いします。めちゃくちゃ飛ぶな、
さってん、ここいつどこわからん。わからんですね。洞窟があるというわけでもないしな。あー、奥行ける。あー、またなんかありますね。上昇気流。ほう、かなり上に上がっちゃうな。これワンチャン、エリア違うとこ行っちゃうかな。まあ、ここまで来たんだ。乗りかかった船でございますぞ、姫様。さて、影のアルタで、なんか城みたいなとこに来ちゃったな。影のアルタ、ちょっと城の名前、ちょっと読めなかった。やっぱりエリア変わっちゃいましたね。エリア変わってまで進むっていうのはちょっとそれもそれで怖いんですよね。さて、どうしたものか。まあ、もうちょっと周辺を探索してみますか。もうちょっと、せっかく来たんだから、せっかく来たんだから何か探索をしてから改めて正規ルートに戻りたいけど、何かいる。意味つぶしだ。意味つぶし、こんなところに意味つぶしか。なんか音がする。なんだ、大丈夫ん、上になんかいそうですね。ただちょっとこの意味つぶし、さてどれくらいの強さかね、ちょっと測りたいですね。とりあえず失礼します。姫侍です。よろしくお願いします。正々堂々戦いましょう。ダメージ結構入りますね。ガー、ちょっと待って、めちゃくちゃ攻撃力が高くないですか。ちょっと大丈夫か、ここ大丈夫か。攻撃力高くね。ここです。 OK、 大丈夫。はい、 OK、 多分やったでしょ。あ、やれてない。ねえ、待って、ちょっと危ねえ大丈夫か、ここ。ちょっとレベルスケーリング合ってなくね。大丈夫か。ちょっとかなり強いエリアに来てしまった可能性がワンチャンあるんですが、下行けるな。好奇心が姫様を殺すしかねないんですが、まあしょうがない。好奇心が旺盛な姫様、よろしくお願いします、ね、姫様のいいところよ、そういう好奇心が旺盛っていうのはね。さて、宝箱、さっきなんか上の方から落としてたんですけどね。なんだ、探石でございます。あって困るものではないけれども、もうちょっといいものを入れておいて欲しかった。どうも姫侍、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、ここから下行けますかね。ワンチャン行けるはず。と、行けますね。で、城っちゃ城なんだけど、そこまで広くはないお城かなね。そういえばちょっと名前確認してなかったな。ここなんてところ、これなんか上から落とすんだよな、怖えんだよな。さて、懲罰砦か、砦なんだ。お城ではなく砦でございましたか。なんかある。まあやっぱりそこまで広くはないですね。で、外にもなんかいろいろと道があったりしますが、今ちょっと 見えてはいけない敵がいたような気がするんですが、まあいいや。あ、ちょ、危ない危ない、ちょっと待って。後ろから来ると卑怯だ。オッケー。まあちょっとしたダンジョンって感じかな。ロケーションダンジョン的な。やっぱりなんか落とすんだよな、怖えんだよな。ちょっとそこからなんかドラゴン的なものが顔出して、セイハローしてこない？大丈夫？ちょっと下の意味つぶしも気になるんだよな。向こうにも行けるんだけど、どっち行ったらいい？どっち行ったらいい？向こうの意味つぶしも復活するか。ちょっとこの意味つぶしたちがちょっと厄介ですね。狭いとこで戦いたくはないんですけれども。何？ちょっと危ねえ、危ねえ、ちょっと危ねえ。階段がなかった。さて、ちょっとその意味つぶしさん、大丈夫？セイハロー。何？待って、まずい、ちょ、危ねえ。多分この意味つぶし、まずい、ちょっとまずい。多分暗闇、くさ、暗闇ね、多分効果あると思うんですよね。しかし攻撃力高えな。しめしめ、気づいておりませんな。しめ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 。Say hello! How do you do, Mr. Oka? How do you do, Emily? Nice to meet you! Nice to meet you too! ガッ！ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと暗闇、ガッ！ちょ、危ねえ！ちょっと姫様、死ねえ！多分聞く。あ、いいですね、聞いてます。聞いてるよ。ということで、Say hello again! で、これで倒せないか。暗闇な君、暗闇出すタイミングちょっとね、
体に覚えさせておきたいですね。この出るタイミングね、いつもなんかな、タイミング違っちゃうんだよな。で、なんか落とす。これだけか、これだけですか。マジこれだけだ。すいません、ちょっと雨降ってきたんで雨宿りさせてください。すいません、すいません、ブライカンです、すいません。で、雨宿りしに来たんですけれども、なんかやたらと物騒なものが置いてありますね。さすが懲罰取りで、さすが懲罰取りでですね、何やら物騒なものが勢ぞろいでございますけれどもね。うん、しかし敵の姿がないっていうのはいささか不気味ではなかろうかと思いますよ、姫様。ちょっとね、最新の油断なさらず、今ちょっとなんか聞こえた。あ、いた、敵でございました。第一村人発見。どうもおはようございます。どうもおはようございますね、今日も元気に朝ガクスガクスさん罠だと、くそ、姫様、姫様、まんまと罠にはまってしまった、くそ。音を立てずに、はい、回収。何、しまった、バレた。しかし、ここでバレたんだったらいいんじゃないの。よけ、くいー、グリグルアタック、やっぱ強い、強い、いいですよ。そして、やっぱ強い、やっぱり、前に出るタイプの戦技は強いんですよ、このゲーム。前に出るタイプの戦技がいかに強いかというのがよくわかる、そういう感じでしたね。と、ちょ、危ね、警戒したはずなのに見逃してしまった。っていうか単純に攻撃力高いですよね、この総船。単純な攻撃力が高い。あ、ここに帰ってくるだけか、それだけか。意外となんか短いな。さあ、かかってこいよベネット。そんな壺なんて捨ててさ。オッケー、はい、オッケー、いいですよ。ということなんですけども、さて、またしても雨が降ってきてしまったので、またまた、おーっと、強そうな敵発見。ちょっと雨宿りさせてもらって。何、え、ボスなの、マジ。ちょっと、え、ボス、ちょっと待ってくださいよ。ちょっとやばい、ルツボか、ルツボの騎士か。今ちょっと飛んでましたよ、こいつ。危ねえ、ちょっと待ってみようか。ガー、どんだけ、いやー、すげえ、ダメージも高いし、飛ぶし、やばい、ルツボ枠だ。ルツボは今度こそ正真正銘のルツボ枠の敵ですね。とうとう来たか。よし、じゃあ行きますぞ。っていうか、霧が出ないんですね、黄金の霧。からの、さて、あれ、ひるんでくれる、何、え、ひるんでくれるの、ちょっと、ひるんでくれるのって結構楽だよ。あ、なんだ、ルツボでもなんだろう。あ、ちょっと待って、何、ちょっと、なんだ、ルツボ枠でも何でもなかったわ。なんだ、警戒してきて損をしましたよ。あと、やっぱりあんま強くないな。またしてもちょっと、あ、来る、よし、オッケー。あんま強くないですね。てか、ひるむボスってのは強くないのよ。こんな感じでひるむボスっていうのはあんま強くないですな。この前のね、死の騎士もそうでしたけど、こんな感じでご了承できちゃうんだよな。ねえ、というか、ちょっと死の騎士よりもちょっと弱いかもわからん。あぶっ、危な、危な、死の騎士よりもちょっとあんまり強くないかもしれないね。ダメージはね、やっぱり高いんだけど、やっぱりひるんでくれるんで、ひるんでくれるんでっていうところがやっぱり大きいよね。危ない、とちょっと回復したいな。いや、これはもうご了承していくしかない。な、通常攻撃でもひるんでくれるのな、あんま強くなかったです。今のところ影の地最弱っぽいですね。あ、翼来ましたね。これちょっと戦技なんだ、戦技か。よし、あとでちょっと試してみましょうね。うん、あのトレーラーでね、あの翼生えてね、うん、あったからさ、あれ結構、あれ、私、あの祈祷だと思ってたんですよ。そう、祈祷ね。しかし戦技となると一体どんな武器につけられるのやら。めちゃくちゃ上に上がりますね。こういう上に上がるところにあるタイプの宝箱というのはかなり期待してよろしいのでは。もしくは転送門かと思ったら普通に宝箱だった。さて、なんだ、
従軍司祭の製法書。製法書か。ほう。さあ、それでは姫様、やってごらんなさい。とこれだけか。これだけか。どうでしょうかね。これ強いかな。結構硬直なんか結構硬直時間長い気がするんだよな。これ結構ネタ戦技っぽいか。どうでしょうね。はい。で、ちょっとね、あれからね、戦技の説明読んだんですけども、これが正解らしい。これが正解ですね。両陣剣ですね。両陣剣にこの戦技をつけると、なんか回転して、ダメージ数を稼ぎますぜ、みたいな、そういう戦技になるんですね。で、あともう一つ、これ、投擲剣っていう武器らしいです。なんかいつの間にか拾ってたんですけど、ね、無限に投げられるってやつですね。これ強くないですか？これ、思わず最大強化までしてきちゃったんですけど、なんかちょっと楽しそうだったからね。という感じなんですけども、さて、こっからなんですけども、一回ね、影のアルターの方は置いといて、こちら、見えているね、なんかやたらと細長い塔があるところでちょっと行ってみたいと思います。ね。こっちもなんか行けそうなんですよね。そう。ね、こっちの方行ってみたいと思います。やっぱり影のアルターの方はなんかまだ行かなくていいかなって。ね、地図もないからさ、ね。まあ、見えてる範囲で行きましょうっていう形なんですけども。悪くはないけど、全然ひるまんな。そりゃそうか。ちょっと待ってくださいよ。死ねー。あ、強い。ん？いや、強いか。あ、これあれだな。多分、大型のボス相手だったらね、多段ヒットするから強いかもしれないんですけど、小さい相手だとなかなか多段ヒットしないから、そこまでって感じか。微妙。チンアナゴですね。チンアナゴか。チンアナゴね。ということは、ボスの予感。なんか、そうか、あの塔の上でなんかでけえ、なんか鳥みたいなボスと戦うみたいな、そんな話か。お、ん？エーゴン。誰？エーゴンイズ誰？あ？ちょっとその前に祝福だ。祝福の方をとりあえず解放しまして、あれがエーゴン。さて、ここイズどこ？柱坂中腹。とりあえずエーゴンさん。おっと、話しかけられますね。何事が起きている。確かになんかボロボロですな。さて、とりあえず話しかけてみましょう。それだけか。何かのイベントキャラなのかな。それだけですね。何かのイベントキャラだな。なんかこの人にアイテムあげると何かいいことありますねみたいな。おかげで元気になりました。何かだから代わりにこれあげますみたいな。そういうものかもしれない。そして絶対敵がいる。やっぱり敵がいるんでしたら、その行く手を遮る敵をなぎ払ってでも押し通る。押し通るでございますよ。からの今です。空中大決戦だ。よっしゃ、姫様の勝ちだ。やっぱり微妙だな。やっぱり大型のボス専用のなんか技って感じかな。ドラゴンとかね。ね、両陣剣自体はね、嫌いじゃないからね、いいとは思うんですけども。さて、こいつだけか。くらい、当たらん。あ、結構、そうか、飛んでる敵か。飛んでる敵とかにはこの投擲剣いいかもね。なるほど、やっぱり敵に合わせて武器を変えていくというのも大事ですね。祝福がないというのはちょっと怖いんですが、さて、沈めの柱。さて、ボスっぽいんだよな、ね、多分ね、飛んでくるタイプのボスだわ、多分ね。そういうね、飛んでくる敵に対してはこの投擲剣が刺さるのでは。文字通り、何、宝箱終わっちゃった。マジや、ボスじゃないのか。何、
何？小岩流の探石だけ？いや、これは一体なんだ？転送門か？ん？狭間の中心、あらゆる死が流れ着き、あらゆる死を沈める。はあ、は？ん？これだけ？マジ？ちょっと聞いてくださいよ、エーゴンさん。なんもなかったっすよ。この、そうか、エーゴンに何かアイテム与えて、で、なんかもらえて、で、そのエーゴンの力であの柱がなんちゃららみたいな、そういうストーリーが見えたね。見えたね。姫様、軽眼でございますよ。ということなんですけども、まあ、こっから先行けばなんかね、多分、エーゴンさんを助ける何かアイテムがあったりするのではなかろうかと、思うんですが、このさ、投擲剣でさ、結構手数さ、稼げるからね、結構相性いいんですよね、腐敗欲剣のタリスマンってね。やっぱり弱くないよな、これな。結構好きかも。結構この投擲剣好きかも。この投擲剣以外のね、多分タイプのね、投擲剣もあるだろうからね、そちらの方に期待。何？降りた。降りたということは何かが侵入してくるぞ。ちょっと姫様、ちょっとそうだな、アナスタジア、あ、違う、古竜人か、古竜人、はて、あの例のね、なんか火の騎士のなんちゃららが来るかなと思ったんですけども、もしくはアナスタシアさん来るかなと思ったんですけど、あれか、古竜人イズ誰、死ねーが、いて、攻撃力ちょっと高え、なに、さすが古竜人、さすが古竜人、しかし姫様も負けない、ガッツェガッツェ、古竜人強え。っていうか古竜人ってほんとドラゴンなんだ、頭でけえな。今です、このタイミングか、確かにやっぱ強いか、いや結構微妙か、うん、まあしょうがない。とりあえずあの古竜人とやらはね、このエオヒドの方でなんとかしてやろうじゃないかって話ですよ、うん。さて、果たして例の炎の騎士のなんちゃららにはよく聞いたこのエオヒドですが、古竜人にも聞くのかどうか。さあ勝負、勝負、めちゃくちゃ遠くからなんか飛ばしてきた、さあ来い、今です、ガーン、何、やるじゃないか古竜人、やるじゃないか、少なくともあの炎の騎士よりはまだ強い、あ、まずい、ちょっとまずい、さあかかってこい、いった、あ、いいですよ、いいですよ、いいです、古竜人もこのエオヒドの前には無力なのだ。やはりエオヒドしか勝たんのだ、いくら古竜人とかいうやつでもな。というか古竜人って何。なんか新しいなんか人種が出てきちゃったんですけども、おお、怖い怖い。そういえばなんかこの辺りにある彫像ってあれか、硫酸教会とかにあった彫像ですね。ねえ、つまり何かしらこの先にドラゴンに関係する何かがあるのやら。ありますね、ありますね。さて、ここイズ何、ダンジョンか、けっ、ん、竜の穴、なんかストレートな名前だな。ほう、新しいダンジョンね。